地球大暴露。まだ震えが止まりません。あなたは今深い深い眠りの中にいて、長い夢を見ています。朝起きてご飯を食べ、仕事に行ったり家事をしたり、買い物に出かけたり、子供の世話をしたり、家族で団らんしたり、時にはお友達とランチをしたり、犬の散歩に行ったり、休日は恋人とデートをしたり、気の合う仲間と旅行をしたり、時々誰かと喧嘩をして怒ったり拗ねたり仲直りしたり、そんな何気ない日常を淡々と送っているあなた。さあそろそろ夢から目を覚ましてみませんか。本当のあなたは宇宙にいて、地球という惑星にいる夢を見ています。あなたが現実だと思っている日常は夢なのです。その夢は自由自在にコントロールすることが可能です。その方法を知りたいですか。この本ではあなたが見ている夢を思い通りに叶える方法をお伝えします。願ったことが何でも叶えられる状態になるには、まずあなたが何者で、どうして地球に来たのか、地球に来る前はどこにいたのかを思い出すことが必要です。なぜなら夢の中にいることを知らないと、全知全能の宇宙パワーにアクセスできないからです。あなたはこの本を読み進めることで、忘れていた記憶を思い出すでしょう。この地球は仮想世界、つまりメタバースだったことを。本当のあなたを思い出せ。地球大暴露。メタバース惑星地球の正体。さて、メタバース惑星である地球の秘密を暴露する前に、本来のあなたを思い出すため、記憶を対抗させていきましょう。あなたは地球に来る前、自分がどんな存在だったかを覚えていますか？私たちは愛あふれる光のエネルギー体として、ふわふわと宇宙を飛び回っていました。光のエネルギー体とは高次元エネルギー体、つまりは宇宙人のこと。全知全能の存在で、愛に満ちあふれ、他者との区別も善悪も優劣といったジャッジもありませんから、もちろん争いもなく喧嘩もありません。そもそもその概念すらないのです。それはまるでポカポカとお日様に当たって日向ぼっこをしているかのように、心地よくふんわりと温かい感覚です。あなたはこの宇宙の創造主、宇宙人として宇宙で遊んでいたのです。え？おとぎ話なんじゃないの？と思う人もいるでしょう。それで大丈夫。映画を見たり小説を読むような感覚のままで構いません。それでも読み続けていくと、宇宙にいる方が現実の自分で、地球にいる方が非現実だと気づけるようになっていきます。では宇宙人だった時の高次元エネルギー体はどうなったのかというと、地球に転生する際に肉体の中に入り、その瞬間から魂と呼ばれるようです。つまり魂とは高次元エネルギー体のことで、それが本来の自分と言われているものです。誰の中にもこの高次元エネルギー体が例外なく存在しています。一人一人の中に神様がいる、や答えは常に自分の中にある、などという表現はここから来ています。一人一宇宙、誰もが自分の宇宙を生きているという事実。高次元エネルギー体が入り込んだ肉体で、私たちはこのメタバースの地球を楽しんでいるわけですが、ここで重要なポイントは、一つの魂につき一つの宇宙を持っているという点です。すべての人間が持つ魂はそれぞれ違い、それぞれの宇宙に存在していて、それが時空や次元を超えて重なり合っているのです。量子力学的に言うと、この宇宙には実在しているものは何もなく、それぞれが意識して観測したところにだけ実在が情報として出現すると説明されます。つまり観測をやめれば、その現実も消滅するということです。私たちは一人一人が自分の宇宙の創造主で、
それぞれの宇宙を持っています。認識しているものは全部自分の視点なので、現実はすべて自分が作り出しているのです。そしてそれぞれが認識している世界が重なり合って仮想世界で生きているのです。またこの宇宙に存在するすべてのものや生物はそれぞれのエネルギー値、周波数を持っているので、自分と全く同じ人間というのは存在しません。周波数が違えば見ている世界も変わります。例えば泣いている赤ちゃんを見て可愛いなと思う人もいれば、うるさいなと思う人もいるでしょう。目の前に同じ事実があってもどう捉えるかは人それぞれ。私たち地球人は一つの世界や一つの宇宙にみんな一緒に住んでいると思いがちですが、宇宙ももちろんこの地球も魂の数だけ存在していて、それぞれの魂はそれぞれの宇宙に住んでいるのです。あなたはあなたの宇宙を生きていて、あの人はあの人の宇宙を生きているのです。死後の世界に天国と地獄はない本当の理由。本来の私たちは高次元エネルギー体なのに、わざわざ低次元に波動を落としてメタバースの地球を楽しんでいるのなら、亡くなった後どうなるのか気になりませんか？人は死んだら肉体を出て高次元エネルギー体に戻り、一気に宇宙での記憶が蘇って宇宙に帰ります。天国と地獄は地球上の例え話です。なぜなら、この地球という惑星はポジティブとネガティブの両方を体験、経験することができる唯一の惑星だからです。つまり、地球という仮想世界では天国にいるような気持ちになったり、地獄にいるようなどん底を味わえたりするということ。これ以上の地獄は宇宙には存在しないので安心してくださいね。また地球人は死に対するマイナスイメージがありますが、亡くなったら魂は宇宙に帰るだけです。よくやりたいことをやらないと死んで後悔すると言われますが、例えばスーパーマリオみたいなゲームをプレイした後、なんであの時あれをしなかったんだろうと何十年も考え続けている人はいませんよね。それと同じで、長い人生と思っていても宇宙に戻ったら地球での出来事は1秒にも満たないこと、地球でできなかったことを悔やむなんてことはありません。亡くなったら地球メタバースでのゲーム終了で、本人はあっという間に宇宙へ帰り、愛あふれる光のエネルギー体になってキャッキャと遊んでいます。でもそれはそれでちょっぴり切なく感じますよね。切ないという感情は地球特有のものですので、私たちは宇宙に帰るとそもそも切ないという感情を持つことはできなくなります。このように今の私たちにとっては何気ない地球での一つ一つの出来事がとても貴重な体験なのです。おや、だんだん思い出してきましたか？今では宇宙人とのコミュニケーションの方が地球人とのコミュニケーションよりもはるかに上手になりましたが、宇宙人の声が聞こえてしまう私は一時期精神的に障害があるのかもしれないと思い、とても悩んでいました。自分はなぜこうなんだろうと思い、大学では臨床心理学を必死で勉強しました。そしてアメリカスタンフォード大学に留学をした時、大学の図書館で出会ったある一冊の本を読んで、私と全く同じ体験経験をしている人がいることを知りました。なんだ、私病気じゃなかった。その時覚えた安心感や安堵感は今でも忘れることができません。生まれた時から知っていた宇宙的な感覚で生きていいと確証を持った瞬間だったからです。おかげで私は人生の軌道を的確に戻すことができました。まさに人生の転換期にあったからこそ出会えた本でした。私はこの本に、あなたが最高に愛を感じられる一冊になるようにと宇宙のパワーをたっぷりと込めています。この本を手に取ったあなたは転換期にいますから、想像を大きく超えた宇宙の愛のパワーに人生が導かれていくでしょう。さあ、夢から目覚める瞬間はもうすぐそこです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所のショーです。
今回は地球大暴露という本をご紹介します。いやー皆さん、僕は人よりたくさん本を読んでいる方だと思うのですが、これだけたくさん読んでいるとごくたまにこんな感覚になる本があるんです。こりゃとんでもない本に出会ったなっていう本、読んでいてワクワクとゾクゾクが一緒に味わえて本当に読んでよかったって思えるような、そんな感覚。今回ご紹介する本もそんな一冊。多くは語りません。ぜひこの空気感に触れてみてください。著者はスタントン・ナオさん。生まれた時から宇宙にいた記憶を持つナオさんは、40万体以上の異次元的存在からのメッセージを翻訳したそうです。自分にしか聞こえない異次元的存在について一時期深く悩み、探求すべく大学は臨床心理学を専攻。留学したスタンフォード大学の図書館である本に出会い、自分と全く同じ体験をしている人がこの世にいると知り感銘を受けます。現在はハワイで軽やかに人生を謳歌しながらセッションなどを行い、広告などを一切打たないにもかかわらず一流著名人が多く訪れているそうなんです。そんな彼女が見えない世界の秘密を解いて全てを手に入れる、この宇宙と地球の真実を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。地球メタバースに仕掛けられた秘密の設定。ここからはいよいよメタバースとして作られた地球のからくりを暴露していきます。実際地球は巧妙に作られた体験型ロールプレイングゲームのような惑星です。どのゲームにもゴールに行き着くため、またはクリアするために最低限知っておくべきことはありますよね。例えばお姫様を救うゲームなのか、ポイントを稼ぐゲームなのか、街を作るゲームなのか、その設定を知らずにプレイしても的を射ず面白くありませんし、ましてやそのゲームが現実だと勘違いしてしまっていたら単なる試練という苦しみになってしまいます。実は皆さんは地球に来る前に全員例外なく地球メタバース参加同意書にサインをしていたのです。これは仮想空間にいる夢から目覚めるために必要最低限の知識です。今までこれを知らずに生きてきたわけですから、迷ってしまうのはある意味当たり前なのです。この動画ではほんの少しだけご紹介いたしましょう。大人気惑星地球。メタバース惑星である地球の一つ目の秘密は、抽選に応募して当選しないと参加できないということです。誰でも好きな時に地球に来られるわけではありません。地球に住んでいるあなたは、なぜ好き好んで争いや妬み、競争といったネガティブが蔓延している地球に来るの？と思うかもしれませんね。ところが地球というメタバース惑星は、高次元エネルギー体である宇宙人にとって大人気なのです。どれくらいの倍率かというと、地球に生まれる確率は4000億分の1だそうです。つまりあなたは、連続で宝くじに当たる確率よりも狭き門を経て地球に来ることができたということになります。当選した高次元エネルギー体は、地球で体験できること経験できることが全て記載してある膨大なチェックリストの中から、自分が地球でしたい事柄を自由に選択して地球でやりたいことリストを完成していきます。そのチェックリストには、食べる、飲む、寝るといった地球特有の行動から、切ない、もどかしい、寂しい、楽しい、嬉しいなどといったネガティブやポジティブな感情、また結婚、離婚、出産などといった地球人特有の社会システム、性別、国籍、肌の色などといった地球特有である肉体の姿形まで全てを選択していきます。それはディズニーランドでどのアトラクションに乗りたいか、
どのショーを見たいか、何をお土産に買いたいかをワクワクしながら選ぶ感覚に似ています。ちなみに地球でやりたいことリストの人気ランキングトップ3は、意外にももどかしい、切ない、ミスコミュニケーションです。宇宙では全ては瞬時に行われ、他者が死ぬこともなく、みんなが同じ概念なので誤解もありません。だからこそこのトップ3は、そんなことってある？と思いながらワクワクして地球体験を選択しているのです。ここで大切なことは、地球でやりたいことリストを選択しているときは、私たちはそれがどんなものなのかが分かっていないという点です。例えば泣くという体験を選択したとしましょう。泣くという体験は、悲しくても笑いすぎてもわさびが効きすぎても起きる現象ですが、高次元エネルギー体はそこまで詳細には分かりません。分かっていることは、目から水が出る？何それ、面白そう程度です。そして自らが選択して完成した地球でやりたいことリストに沿って、やがて1ミリのズレもなく実際に地球で体験経験することになるのですが、やっべえ、マジ選びすぎたと思った時には、もう時すでに遅し。選択してきた体験経験は地球でどんどん続くことになります。さあ大変だ。 A 面人生から B 面人生の大転換は必ず起こる。昔カセットテープというものがあったのはご存知ですか？レコードの次くらい、 CD や MD の前くらいにあった産物ですが、カセットテープには表と裏の2面があり、A 面と B 面と呼ばれていました。それと同じように、この地球メタバースでの個々の人生にも A 面と B 面があるのです。 A 面とは、他人の価値観を生きる地球的な生き方。私たち地球人は幼少期に親や学校の先生などからたくさんのことを教わります。成長するにつれて、お友達や職場の人など自分ではない他者の意見をベースに生きています。B 面とは、自分の価値観を生きる宇宙的な生き方。 B 面になると、他者の意見でいっぱいになっている頭を断捨離して、自分の価値観を見つけることをベースに生きていきます。むしろそれしかしたくなくなります。 A 面人生を一通りやって、 B 面人生のタイミングが到来した時、反転の仕方がわからないと、人生に何かストップがかけられたような感覚に陥ることがあります。何かしなきゃいけないのはわかるけど、何をどうしたらいいのかわからない、仕事も家庭も順調なのになぜか寂しい、など迷子のような感覚になってしまうのです。地球のルールを知らない人は、ここの切り替えのタイミングで、一体何が起こっているんだろうと悩むことが非常に多くなります。もう A 面をやらなくてもいいよというサインは、人間関係のトラブルや体調不良など現実の問題としてあなたの前に現れ始めますが、それを無視していると、気づくまで次から次へと問題が起こる仕組みになっています。それでも気づけずにいると、しまいには無視できないトラブルに見舞われ、一気に今までの自分の価値観を強制的に変えられるような事態を引き起こすことになります。私はこれは一種の魂の叫びだと思っています。何度言っても無視ばかりで全然聞いてもらえない魂はもうプンプンです。全知全能の高次元エネルギー体は、宇宙では自分単体のことを知る術がないので、自分のことを知りたくて知りたくて仕方がないのです。自分のことを知ることなくメタバースの地球体験を終了してしまうと、地球に来た一番の醍醐味をやらないままゲームオーバーとなってしまうのです。一番知っているようで一番知らない自分のことを知るには、まずは自分はどんな価値観を持っているのかを知る必要があります。最初の A 面人生では、自分の価値観を決めるために、まずは他人の価値観を与えられたり学んだりといったストーリー展開となりますが、いつまで経っても他人の価値観を生きて自分の価値観をないがしろにしていると、自分本来の目的から遠ざかってしまいます。そして遠ざかりすぎてしまうと、本来の目的を思い出させるために強制的に自分の価値観を見つめざるを得ない状況にするのです。
他人から植え付けられた価値観は、いわば無理やり飼育されている養殖的価値観です。一方、自分発想の価値観は天然の価値観です。お魚などの味を想像するだけで、養殖と天然のどちらが美味しいかはもうお分かりですよね。B 面人生で自分の魂に気づき、自分の価値観を見直し、不要な価値観や思考を捨て、本来の自分を取り戻すと、本来の自分が宇宙に置いてきた全知全能のパワーにアクセスすることができるようになります。このことを、人は神が降りてきたとか、悟りと呼ぶことがあります。そして、今までの地球での自分の生き方は野蛮だったな、浅はかだったな、などと反省の気持ちが大きな原動力となり、どんどん愛に近づいていく人生が始まります。ただ、A 面と B 面どちらがいいのかという地球的発想は不要です。結論は本当にどっちも素晴らしいのです。いろいろな人の価値観を体験することも、自分の価値観を築き上げていくことも、どちらも楽しさや難しさが混在し、チャレンジ精神が鍛えられますよね。今あなたが A 面人生の途中ならば、この後宇宙的感覚を楽しめる B 面人生が待っています。さあ、地球を二度楽しんでいきましょう。地球に派遣されているライトワーカー。ここまで仮想世界にいる夢から目覚めるために最低限必要な知識についてお話ししてきていますが、ここでは特別枠について説明します。特別枠とは、ある特定の地球人にのみ当てはまる条件。ある特定の地球人とは、地球のバランスを取るために派遣されている宇宙人のことで、その方たちを別名、ライトワーカーと呼びます。ライトワーカーたちは、地球を作った張本人たちです。そのため、自分が作った地球を実際に見たい、感じたい、体験したいため、いわばシード権のような形で地球に来ることが可能です。でも、高次元エネルギー体として来るのではなく、プレイヤー同様、同じ地球人として同じルールで地球に来るので、宇宙での記憶はありません。それでも、地球ゲームにバグなどがないかを体験するため、そして愛や慈悲を多く持って地球に来ています。そのライトワーカーたちは、実は日本人と深い関係があるのです。ライトワーカーについて知るためには、まずはレムリアの話から始めましょう。レムリアとは、かつて存在したとされる大陸で、アトランティスやムー大陸同様、失われた大陸として知られています。地上の楽園と言われたレムリアは、今よりも高度な技術を持つ、愛と調和の文明を持つ大陸でした。レムリアは50万年ほど前に存在していたと言われていますが、地球メタバースをアップデート、または再構築をする際のベース基地のような機能をしていました。ライトワーカーは、そうして何度も地球惑星を作り、失敗した経験から得た知恵を持って、人間として地球に送り込まれているのです。人間として宇宙人を送り込むことで、人間からの疑いを最小限に抑えながら地球を発展させるという作戦が、今かなり成功しています。そして多くのレムリア人は、日本人として生まれています。日本人は小柄で宇宙人に最も近い姿形をしているのではないかという説もあったり、神社や神話も数多く存在するなど、宇宙に一番近い存在とも言われていますが、私たち日本人は大昔から宇宙と深いつながりを持つ特殊な地球人だったのです。私たちは普段飲み会の席でさえ、空気読んでよと言ったり言われたりしていますが、よく考えてみてほしいのです。空気を読むというのは、つまりは波動を読むということです。相手が言葉にもしていない、頭の中で考えていることを察して、その望み通りに先回りして行動するということです。まさにテレパシーそのものです。私が長年海外に住んで分かったことは、空気を読むということは、決して誰にでもできることではないということです。日本で育った外国人であっても、この空気を読むというのは難しい、できないと口を揃えます。空気を読むということは、波動を理解し他者の心を読むということで、いわば透視、テレパシーといった特別な能力です。
私たち日本人は当たり前に誰でもできることとして共通認識しているので、ごくごく普通のことと思っていますが、他の文化を持つ地球人から見ると決して当たり前のことではないのです。つまり日本人以外からすると、空気を読むという行為は超能力そのものなのです。最初にお話ししたスタンフォード大学の図書館で見つけた私の人生の軌道を的確に戻してくれたあの本のように、誰かの人生を救う一冊になれたらいいなという思いで書き続けてきました。あの本はそれくらい私にとって大きな影響を与えた本。しかし本のタイトルも著者名もどうしても思い出せずにいたのです。しかも私は気になった本はすぐ購入するタイプなのに、なぜこんなに思い出せないのかと不思議で仕方なかったのですが、この本が完成して今やっと気づきました。あの時読んだ本は今のあなたが手にしているこの本だったこと。私はあの時未来のパラレルワールドにいたのです。私にとって宇宙や魂の話は俗に言うスピリチュアルではなく、これこそが唯一の現実で、地球そのものが夢のように感じてしまいます。そして地球の夢から覚めると、魂は必ずキラキラと強烈な光を放ちながら輝き始めます。地球をどう生きるかに正解も不正解もありません。もしあるとすれば、他者を批判している時間をすべて本当の自分を知ることに忠実に使うこと。そうすることで自分が地球に来た本当の目的がわかるようになり、それを全うすることができるでしょう。地球の常識を超えると、自分が宇宙に置いてきた本当の自分のパワーにアクセスすることができます。本来の自分のパワーにアクセスし、自分の未来をちゃんと描けていたら、その未来はその通りの現実になってあなたの目の前に現れます。まずは今せっかく地球にいるのですから、地球も地球視点からの宇宙も両方楽しむ。そのためにぜひ地球と宇宙のバランスを意識してみてください。地球半分、宇宙半分、バランスを取りながら残りの地球メタバースを思いっきり楽しんでくださいね。おはようございます。深い眠りから目覚めた気分はいかがですか？今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？皆さん、これでまだ序章みたいなものなんですよ。やばくないですか？ものすごいスピリチュアルな話ではあるのですが、理路整然と伝えてくれるので、めちゃめちゃわかりやすいし納得感があるんです。各ページ下段には本文内の言葉の説明や補足情報も押さえてあったりして、内容を理解しながら引き込まれていっちゃうんですよね。本チャンネルでもスピ系の本はたくさん紹介しているので、あ、その考えは聞いたことがあるとか、これってあのことかななんて思える部分もありますが、それらが一つにつながる感覚を味わえます。そうして読み終わった後は、きっとあなたも人生のカセットを裏返して B 面を再生し始めているはず。そんな本書は昨年10月に発売されたのですが、すでに世界75カ国で発売決定になっているそうです。それも納得です。いや、それくらい衝撃的な本ですよ。読めば人生が大転換すること間違いなしですから、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド使いました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。